株式会社、東急ハンズは、東京都新宿区に本社を置き、ホームセンター、雑貨店をチェーン展開する企業。東急グループに属し、東急不動産ホールディングスの参加にある、東急ポイント加盟店。ブランドステートメントは、ここは、ヒントマーケット。コーポレートカラーは緑色で、ロゴマークは、クリエイティブライフストア東急ハンズの文字の両側に、 ハンズの店名にちなんだ手が描かれている。一般客やマスメディアなどからは、ハンズと略称されることも多い。東急ハンズでは、事業内容を、住まいと、住生活、手作り関連の製品、道具、工具、素材、部品の総合専門工売業と規定している。住まいと生活に関連する商品を多く取り扱う、市街地立地型のホームセンターである。 生活雑貨を主体とした細かな品揃えを特徴としており、郊外立地型のホームセンターのような大型商品の陳列は少数にとどめている。カーナビなどの施設案内ではデパートに分類されている場合もある。取り扱う品目は非常に多岐にわたる。家庭で使う食器、調理器具、掃除、洗濯、風呂用品、寝具、文具、インテリアの他ファンシーショップ。 バラエティグッズの店としても知られる。また、プロが利用するような特定業界向けの工具や素材、材料類を工作マニア向けに提供する機能も担う。他にもカバンから、シルバーアクセサリー、手品の小道具などといった、パーティーグッズまで幅広いジャンルの商品が並び、東急ハンズで扱ったことがきっかけで流行になった商品も多い。こうした、 高機能の商品を初心者が使用するにあたって、的確なアドバイスが行えるスタッフを充実させ、顧客層を開拓する戦略も取っている。商品について、メーカー各社の品揃えや、使用方法や応用に精通する店員が詳細に、案内、実演したり、商品を探す顧客からの問い合わせや取り寄せ依頼に対応したりする点でも、他店との差別化を図っている。 売れ筋に絞らず多様な商品を並べることで、ついで買いを促したり、新しい発見を求めて来店する顧客を呼び込むなど、して、売り上げを増やす、ロングテール戦略で知られる。このほか、オンラインストア、東急ハンズネットストアを運営し、通信販売も行っている。以前は楽天などが運営する仮想商店街への、テナント出店に留めていたが、2005年6月1日から、 直営オンラインショップ、ハンズネットとしてサービス開始した。直営オンラインショップ開始後も楽天市場への出店は東急ハンズ楽天市場店として継続している。企業向けなどには法人営業部が商品の卸業務やオーダーメイド調達を受け負っており、オリジナルのベルティやポイントプログラムの景品カタログなどの企画、開発も行っている。 東急ハンズは東急不動産グループ参加に属しており、東急不動産と東急コミュニティ、東急リバブルのグループ参社が発行済み株式の75%を保有していた。かつては東京急行電鉄も25%の株式を保有していたが、2004年9月30日付ですべての保有株式を 中央三井新宅銀行系列の投資事業有限責任組合へ譲渡した。東急不動産は2013年10月、東急コミュニティ及び東急リバブルとともに共同持ち株会社として東急不動産ホールディングスを設立した。翌2014年4月、東急不動産ホールディングスは3社から株式を取得して東急ハンズを直接参加に収めた。 1976年の創業以来、本社機能を東京都渋谷区に置いていたが、2014年7月に新宿区の新宿イーストサイドスクエアに本社を移転し、2カ所所に分散していたオフィスを集約した。東急ハンズ渋谷店1976年8月28日、株式会社東急ハンズを設立。東急不動産が有給地利用を図るため、新規事業として、 浜野康弘の提案により、ホームセンター事業に参入した。同年11月、神奈川県藤沢市に第1号店の藤沢店を開店。翌1977年11月には2号店として、東京都世田谷区の二子玉川に二子玉川店を開店した。1978年9月、東京都渋谷区宇田川町に、帰還店となる渋谷店を開店。 東急ハンズの特徴であるワンフロアごとに同系統の商品を展開する店舗形態は渋谷店に起源を持つ。もともと渋谷店の敷地は東急不動産が長年所有していた土地であったがオルガン坂と呼ばれる坂道に面した狭い区画で一般的な業態の店舗のビルが建てにくい状態であった。この傾斜町を逆に利用し周囲の道路の高さに 店の出入り口を合わせて3種類のフロア高さを設定し、A、B、C のアルファベットの併用で各階を表示するとともに、各フロア間を階段が回路状に結ぶ構造とした。この工夫によって、小規模なフロアごとに一つの分野の商品群を展開するとともに、一つのフロアから他のフロアへ見通しを持たせることで来店者の期待感を高め、回遊を促すフロア構成となっている。 それまでは見たことはあっても、入手方法さえわからなかったような工芸用道、工具類や金属材料、樹脂材料などが、場違いといえる都会の商業地で、小綺麗な店頭に並べられ、適量に小分けして販売される様子は一種のカルチャーショックを与え、東急ハンズ渋谷店は、渋谷の新名所として知られるようになった。東急ハンズの、こうした販売スタイルは、郊外型ホームセンターなどが、 個人向けの品揃えを重視する先陣を切ることとなった。また東急ハンズの成功を受けて1980年代には旧セゾングループのロフトが1987年に渋谷に出展。1985年には慶応グループの慶応アートマンが会社設立。その後、1999年には西鉄グループのインキューブが天神店を開業するなど、 東急ハンズの業態に影響された大型雑貨店チェーンが誕生する契機となった。1983年10月には関西初出店となる江坂店、多摩地区初出店となる町田店を開店。1984年10月には池袋サン社員60通りに池袋店を開店。1986年11月には名古屋の坂江北地区に 初の FC 店、アネックス店を開店して、中部地方へ進出した。1988年3月には、神戸市に三宮店を出店、渋谷店と同様に傾斜地に建てられたため、スキップフロア構造を採用した。1990年9月には、横浜店を開店した。首都圏各地で、高い集客力を見せた東急ハンズのブランド力は、 地方都市においても注目され、地方中各都市で再開発事業で新たに建設される複合商業施設のキーテナントとして出店を打診されることがあったが、業態の特性から広大な証券人口が必要とされるため、出店地域は限られ、1990年までは3、大都市圏のみの出店であった。その後、1990年代から、 地方中各都市への出展を開始、1995年10月に広島店、1998年3月に札幌店を開店した。並行して三大都市圏での出店も進め、1996年10月に新宿店、1999年3月に新西橋店、2000年3月に名古屋店を開店した。2000年代には、 小三店舗である藤沢、二子玉川、渋谷の三店舗には大きな変化があった。2006年には1号店、2号店が相次いで閉店し、1号店である藤沢店は2006年12月31日をもって閉店となり、2号店の二子玉川店も2006年6月に二子玉川駅周辺再開発と二子玉川ライズ建設のため閉店した。 また、3号店の渋谷店が入居する西渋谷東急ビルは、開店当初は東急ファンズの自社物件だったが、土地建物は2006年11月に、筆頭株主の東急不動産が、特命組合出資する特別目的会社へ売却された後、2007年1月31日付で、東急不動産が蘇生する商業ファンド特別目的会社、 合同会社アルカディアさんへ売却され、以後は同社から東急ハンズが建物を沈借し営業継続している。2009年7月、ツイッター公式アカウントを開設。以降、Facebook、Instagram、YouTube など各種ソーシャルメディアを駆使して商品や店舗などの情報を発信しており、ツイッターでは各店舗のアカウントも開設している。2010年代以降は、 東急プラザや、フレルなど、東急グループの商業施設をはじめ、東武百貨店池袋店、グランデュオアトレ、京急ショッピングプラザウィング、エミオ、トリエ京王調府、相模王のステーションスクエアなど、東急グループ以外の鉄道会社系列の商業施設にも、積極的に出店を進めている。2011年3月には、博多店を開店、九州への初出店を果たした。 2013年3月には、九州2店舗目として、鶴屋百貨店、東館六階に熊本店を開店。以降、九州地区では、JR 九州リテールと提携して、九州各地の主要を駅ビルに出店している。また、同2011年4月には、梅田店、安倍野九ズモール店、京都丸井店と、関西中心部に3店舗が一挙開店した。 同2011年6月、東急ハンズはに、フランチャイズ契約パッケージを見直し、全国の地方中各都市を中心に、フランチャイズ形態での出展を進める方針として、地方中各都市での FC 展開第一弾として、東急ハンズ静岡店を開店した。これを皮切りに、直営店、FC 店ともに、全国進出が進むこととなった。二千十九年七月九日、 店舗でのバーコード決済サービスに対応。D 払い、楽天ペイ、ペイペイ、ラインペイ、メルペイ、クエカードペイ、ユーチョペイの7種類を一挙に導入した。2019年末からの新型コロナウイルス感染症の影響を受け、東急ハンズではポストコロナを見据えた事業改革の一環として、2020年12月31日をもって三宮店。 川崎大地店、国分寺店の3店舗を一挙に閉店した。関西初出店となった三宮店は、関西では、新斎橋店、梅田店に次ぐ、大規模店舗であったが、駅南側の商業エリアから孤立し、立地的に集客が伸び悩んでいたこと、大阪市内に大型店が2店舗、県内には、天ヶ崎市と姫路市に3店舗があることから閉店を、決定。阪神。 淡路大震災を乗り越えた古参店として駅前の待ち合わせスポットとしても親しまれていた。閉店セールでは、ありがとう、神戸の垂れ幕を掲げ、閉店を惜しむ人々で盛況となった。また、国分寺店は国分寺市の主導による国分寺駅北口再開発事業で建設された再開発ビルに2018年4月7日に新規開業した。 商業施設、ミーツ国分寺オープン時に出店したものの、開店後わずか1年8ヶ月という極めて短命での閉店となった。さらに2021年3月19日、東急ハンズは池袋店を同年9月下旬に閉店する予定と発表、1980年代に開店した東急ハンズの大型店舗がまた一つ消えることとなった。 度重なる緊急事態宣言による商業施設への休業、時短要請などの影響が広がる中、同社ではポストコロナを見据え、今後も2020年度同様に戦略的な出退店を進めるとしている。2000年代以降は新業態の店舗出店も進めている。2002年3月にはセレクトショップ業態のハンズセレクト1号店として、 ハンズセレクト青葉台店を青葉台東急スクエアに出店。雑貨店業態の小型店舗、ハンズビーブランドは2008年6月開店のハンズビー、札幌ステラプレイス店から使用され、2010年2月には多摩、プラザテラスの東急百貨店多摩プラザ店1階にハンズビー多摩プラザ店が出店。2010年代以降は、首都圏を中心に、 商業ビルのテナントとして、急速に出店を拡大した。その他の新業態として、2004年11月には、提案型ルームセンター、ホーミールーム1号店として、ララポート船橋に、ホーミールーム E 船橋店を開店。広いワンフロアのみのテナント店舗として営業していたが、2009年4月1日より、通常の東急ハンズ店舗に、業態転換した。 なお、ララポートへの出店はその後も続き、2006年10月には、東急ハンズララポートと洲店、2007年3月には、東急ハンズララポート横浜店が開店した。また2011年4月に開店した東急ハンズ、梅田店に、東急ハンズでは、初となる、カフェ業態の、ハンズカフェを併設、その後も、各地で、カフェ出店を続けている。 2014年10月10日、二子玉川ライズショッピングセンターに、ビームスとのコラボによる、新業態、ワークハンズ、二子玉川ライズ店を、出店、かつてに豪店のあった二子玉川に再出店を、果たしたが、2017年3月26日に、閉店している。2020年には新業態として、百貨店とのコラボレーション店舗、プラグスマーケットの展開を開始し、 同年2月21日に1号店の草津店を近鉄百貨店草津店2階に開店した。同年3月23日にはプラグスマーケット2号店の下関店を大丸下関店内に開店した。また、海外店舗として2012年4月1日に中国へ進出、第1号店を上海梅竜鎮伊勢丹内に出店したが2016年1月に 閉店した。2019年にはシンガポールに進出、同年4月にジュエル店、同年8月にパヤレバ店を開店した。2020年には台湾に進出し、遠藤祖合などの現地百貨店に出店している。現行店舗の詳細については、公式サイト、店舗一覧を、過去の店舗については遠隔を参照。国内では、 以下の26都道府県に出店するが、大半の店舗は、首都圏の南関東1と3県に集中している。山陰地方、西東北地方には出店していない。海外では、シンガポールで5店舗を展開する。かつては中国にも店舗が存在したが撤退している。東急半自動車の主要ブランド。店舗面積5000平方メートル前後の大型店舗。大半の店舗で、 ワンフロアごとに、個々の分野の商品群を展開するのが特徴であり、新宿店、名古屋店出店の際は、大屋でもある高島屋がワンフロアでの出店を希望したのに対し、わざわざフロアの一部を縦に打ち抜く、形の店舗となった。一方、北千住店、高崎店など、1フロアあるいは2フロアのみの小規模出店となった店舗も存在する。また、 店舗の移転などにより規模縮小となった店舗も存在する。町田店は町田ターミナルプラザのキーテナントから町田東急ツインズ6.7階へ移転した。横浜店は2013年に単独店舗から横浜岡田屋モアーズに移転。札幌店は2018年に単独店舗から東急百貨店札幌店に移転。震災橋店は2020年に単独店舗から 震災橋パルコに移転した。各店舗の多くはショッピングセンターに出店。特に J フロントリテイリング系列の大丸との密月関係から大丸への出店に積極的である。ついで独立系の高島屋などが多い。そこを西部への出店は競合店舗があるためなく、三越伊勢丹ホールディングスと阪急阪神百貨店への出店がないのは、 三越騒動の影響で東急側が出店を現在に至るも拒否しているらしい。ハンズ B、提案型ライフスタイルショップと歌った売り場面積400から1000平方メートルの小型店舗。取扱い商品は女性向け雑貨や化粧品などが中心。その他の業態以下の店舗は地元フランチャイジーによるフランチャイズ店舗である。愛知県と三重県には 三重交通グループホールディングスの FC 店舗が存在する。名古屋市内の2店舗は参考クリエイティブライフの FC 店舗でイオングループの商業施設に出店するイオンモールクワナ店と名古屋モゾワンダーシティ店では参考 CL2 による FC 店舗となっている。これらの店舗では他地域の東急ハンズで行われているサービスの一部が利用できない。ただし、 ハンズクラブカードのサービスは二千十二年十月一日より名古屋の二店舗でも開始された。沖縄店内の店舗は地元大手スーパーの三 a がフランチャイジーとなり、三 a が運営するショッピングセンターに出店している。三 a は二千十一年に東急ハンズとフランチャイズ契約を締結し、翌二千十二年夏に開業した 3A、ジノワンコンベンションシティのテナントとして、 県内初の出店を果たした。その後、2号店の那覇メインプレイス店、3号店の浦添西海岸店を出店している。静岡市内の店舗は、製鉄グループの株式会社製鉄リテイリングによる FC 店舗である。静岡店では、愛知県内の店舗と異なり、他地域の東急ファンズ直営店と同様のサービス利用が可能となっていた。 さらに、2014年2月28日に FC 店舗として、ハンズ BE、静岡パルシェ店を開店したが、2017年5月に閉店。静岡市では、東急ハンズ静岡店が唯一の店舗となった。なお、2019年9月に開店した東急ハンズ、浜松店は直営店となっている。2004年4月14日から、ポイントカード、 ハンズクラブカードのサービスを開始している。代わって、ブングフロアで一定価格の購入ごとに配られていた割引チケットが2005年3月31日で使用を終了した。2019年3月6日から D ポイントカードに対応し、東急ハンズオリジナルデザインの D ポイントカードも発行されている。従来のハンズクラブカードとの併用も可能。 ポイントについては300ポイント以上100ポイント単位での使用となっていたが、2019年11月より1ポイント単位での使用を可能とした。2013年3月13日、東急ハンズ震災場支店の従業員が2004年3月に突然死したのは月80時間を超える時間外労働が原因だとして、神戸地方裁判所は株式会社、東急ハンズに対し、 安全配慮義務違反として遺族へ、損害賠償7800万円の支払いを命じた。判決後の2013年8月に和解が成立、一新原告、被告の双方が控訴を取り下げた。原告側の担当弁護士によれば、和解調印の際に、従業員の妻は、夫は子供の頃から東急ハンズを遊び場にするほど好きで、 就職難の時期にもかかわらず憧れの東急ハンズに就職できて大変喜んでおり、最後までそういう気持ちで働いていたと思う。会社には従業員のそうした思いを分かってほしいと訴え、会社側はそれに対し、会社として重く受け止め、今後も従業員の安全管理に配慮したいとコメントした。ありがとうございます。